妊娠12週の胎児の超音波画像。超音波とは人間の耳には聞こえない高い振動数を持つ男性振動波である。超音波は過聴域の音と物理的特徴は変わらず人が聞くことができないというだけである。講義の意味では人が聞くこと以外の目的で利用される音を意味し人間に聞こえるかどうかは問わない。 超音波は様々な分野で利用されている。超音波の周波数の加減に関する定義はいくつかあるが、一つは 20kHz 以上の音波とするものであり、例えば工事元では、超音波は振動数が毎秒2万 Hz 以上で定常音として耳に感じない音と定義されている。なお、人間が聞き取れない周波数ではあるが、発生に関しては 20kHz を超える。 音成分を発することができる人もいる。一方、超音波の周波数の上限は特に規定されていないが、2007年、現在の科学技術では、数ギガヘルツまでの超音波が発生できるため、このあたりが実質的な上限と言えるかもしれない。ただし、周波数を高めても、電波媒体とのインピーダンスが整合していなければ、キャビテーションが発生して電波できないので実用上の、 上限になる逆にこの現象を利用して超音波洗浄機等に応用される。超音波検査体時の超音波スキャン超音波は指向性が高くうまく使えば高分解能な探知に使える。また音圧を比較的容易に上げられるため静かなドリル、金属やプラスチックの加工にも用いられる。以下に様々な用途を挙げる。厚生取引委員会は 超音波による何撃体及びかよけを歌う商品について効果が認められないとして排除命令を出したことがある。コウモリは超音波を利用して暗闇を移動する。いくかの動物も生活に超音波を利用している。コウモリは口から超音波を発し、反響定義を利用して自分の位置や餌の位置を知る。探知範囲は 数十センチメートルから十数メートルまで変化すると言われている。イルカは、鼻空で発した音波を、頭部のメロンという脂肪組織で屈折、収束させ、指向性の高い音波の発信を行い、反響定位から自分の位置を知ったり、仲間との会話を行うと言われている。AB、超音波の本、谷越金次、i s b n 十五億千六百五万百五十四。 谷越金次、谷村康之、とことん優しい超音波の本、第2版日刊工業新聞社、2015年、19、23、25、35ページ。超音波骨折治療法とは、低人ファーマ株式会社、2015年12月16日へ閲覧。超音波で霧を作り出す、加湿器の仕組み、TDK 電気と時期の、 2015年10月31日閲覧。日本酒製造に使った切り替技術を、廃液処理やリサイクルに活用。日経テクノロジーオンライン。2015年12月10日、閲覧。厚生競争規約の制度。平成6年度厚生取引委員会年次報告。厚生取引委員会。2011年10月17日閲覧。 株式会社オム電機に対する排除命令について、厚生取引委員会、2011年10月17日閲覧、イルカやコウモリの音によるナビゲーション、国立大学法人秋田大学大学院、工学資源学研究科、工学資源学部電気電子工学科、コン研究室、2015年12月9日閲覧、ありがとうございます。